ボルジアへ文書に見える夜の旧王。右下から牛公式に進む夜の旧王は、メソアメリカの暦に見られる9日周期であり、9日それぞれを異なる神が支配する。ナワトル語では、ヨアルテウクティンと呼ばれた。この語は、夜を意味するヨーリーと、主を意味するトクトリーの複数形であるトゥクチンから構成され、夜の主を意味する。 マヤヒブンでは補足シリーズと呼ばれる部分に9日周期の神が記されている。名前が不明であるため G1 から G9 までの識別番号で呼ばれる。メアディミラーとカール・タウーベによるといくつかの神は図像的に同定されている。例えば G7 はおそらくハーブのパクスガツの守護神と同じ神であり G9 はパウアトゥーンであるという。長期歴のトゥーンは9の倍数なので 必ず g 級で終わる。シラム・バーラムの書では、ボロンティックと呼ばれている。アステカで260日周期の暦を記した書物には、以下の旧心が見える。文献によって、多少の違いがある。シユテクトリーツトリ、またはテクパトル・ピルチンテクトリシンテオトル、ミクトランテクトリ・チャルチウトリクエ・トラソルテオトル、テッペヨロトル、トラロックヨルの旧王はおそらく旧祖からなる。 地下世界と関係がある。ありがとうございます。